うわうわやべ。されどもそれがしは竹筒を持っておる。一回は竹筒を使えるのじゃよ。それでまたやられる。走れ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 。逃げるぞ逃げるぞ。どこじゃ。あったあった。あれ後ろ行け。あ、なんか開いた、なんか開いた。どうしたのか。行け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 。あれまだ。でも開いてる開いてる。もうあと3秒しかないのか。あと3秒。まだ逃げろ増えた。逃げろ逃げろ。真ん中逃げろ。まだ行けろ。諦めるでない。あと一発行ける。もうないのじゃよ。これは…梨を食べてみよう。一応食べてみろ。意味なし。くそあ、竹筒は玉。いらぬ、ひなわの玉はいらぬ。ひなわの玉ばかりじゃ。ちょっと地図…うわ、いけそういけそういけそう。行くか。行くしかないか。え、それってんの。それはもう…やんごとなし。思ってる思ってる。ぶち入れておるぞ。でも苦しんでる感じがいたっす。あ、もう巻き込む気がする。さか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 あ、死んだ。もう、合わせ行くしかない。合わせもう行くしかないじゃろ。やっぱり竹筒落ちてるはずじゃ。竹筒竹筒じゃよ。もうこれで行こう。落ち着けよ。もうなんかあいつもフラフラしとるから。これを使う。あー、手榴弾もない。あんま聞いてなかったぞ、手榴弾。もうでもフラフラじゃったぞ、鬼腕。マグナムが良いの、やっぱりマグナムが良いの。マグナムは弾も。弾入れとけよ。早い早い早い。よしよし、来た来た来た。うわ、弾できた。え、撃て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 。今なんか先行手榴弾。よし、離れろ。踏みつけ勝負。よし、よし、今踏みつけ勝負。今ちょっとよ。おー、俺には。え、まさか、まさか膝打ったぞ、それが。ほーれみよ、うわー、吐き渋、大量放出。おっしゃーじゃよ。うわー、退治いたした。退治いたしたぞ。やり申した。退治いたした。え、まことに強し強ござった。え、逃げるのかな。うわうわ、爪がもう、はぁ、強ござった。あぁ、一段落じゃ。よし、ちょっと科捜研の名にちょっと文句言わない。もう、お主のせいで、お主のせいでも、お主の息じゃな。ひどい傷だ。何度やられたと思っておる。お主めちゃくちゃじゃな。つぼねよ、自業自得じゃん。信じられないけど助けたないの。もうん、またGの金の話かよ。 FBI に渡す。あの女を信じるの。何言うておるのじゃ。どういう意味だ。どういう意味じゃ。そうね、倒したぞ、ニューデは。くのいち、もともとくのいちとは思っておった。あの女はただ金が欲しいだけ。はよ、G の金を渡せ、それがしにも。G の金はさっき取っておったのじゃ、お主が。え、スルッと、あっためるやつ。嘘や、これ。うわ、やば。進んだような気がするの。漢方薬のようなものが。あれ、よし、エイダのところへ。え、それを言っておるのじゃよ、お主は。でも、それがしが持ってるならもう良いんじゃろ。こいつは何を言っておるのじゃ。もうなんか渡すなって言っておるのじゃ、忠告。うん、え、つぼね、シス科捜研、シス。なぜこんな人の血が流れるのじゃ。他の科捜研に調べてもらう。何を持っとけばいいかもう分からんの。この粉だけがいらぬことは分かる。
亀バッチ、一応亀バッチはなんかござらんぞ。いや亀バッチあるではないか。どこじゃん。そこ持っておくかじゃ。いらんて。いらんて。お主が持っておけと申した。使うやもしれん。チェック入っとっとる。いらんて。ボケやって。亀バッチ絶対いらんて。あ一回ちょっとあの歯の今日歯並びどうじゃった？それがし。本当の。正面から正面には向いてくれんのじゃあこやつ。これ。だこう治療も。治療施してもいいかな。な何する大じゃこれ。あじゃろ。これ鬼腕の手の本数と一緒じゃな。もうここじゃな。あらあら来た。くのいち。お久しぶりじゃ。いつも足怪我してるから。ああもう刺されましたからな。くのいち金太郎。くのいち。あら。あら私もよ。あ。橋が崩れまするぞ。はよ渡れさっと。以前ちょっと唇をかわしておったからな。これえ？俺見よ。俺見よ。この太郎の男。山のふもとに着く前に久の一と恋に落ちるのじゃよ。一応。すでに入った。知っておる。もちろん。もう恋に落ちてるのじゃよこの二人は。確認させて。早く出ましょう。アネットに。話を聞いてよ。君は君じゃない。ああ、レオ。おとなしく渡せばよかったのに。何をいたす。俺だって。助けたぞ、それがしは。うわうわうわ。ダメだった。やめよ。おし、どっちを取るのじゃ。恋に落ちておったのではないのか。躊躇するな。異常な愛情じゃよ。でもお主も操作しとったからの。異常な恋愛じゃこやつら。どっちを捨てろ捨てろ捨てろ。こういうプレイかもしれんの。なんつやこれ。ああ、ほれ足が崩れる。ほれほれ。はい渡れよ。もう一旦渡れよの。あ、あいつら。防弾。渋いな。お主防弾を着ておるから。お主防弾着ておるから。ああ、やっぱ渋いの。されども。さあ撃てみよそれがしよう。たぬの撃てんじゃろ。えお主撃ったの。いや、つぼねじゃよ。あーおい。あーだからそれがしずっと申しておった渡れと。あ、なんぞ落ちたほれお主 G の金、今落ちたぞ今。え、あれがこの辺からあれは G の金ではないぞ。漢方薬かなんか。絶対 G の金じゃよ。落としたあかんやつ。俺は G の金。仮想剣欲しいんで。仮想剣も。くのいち。おい、違う違う。一番この物語で大事やった G の金、今あの、あれか。え、巾着に入れておったのじゃ。胸からポロッと落ちて。巾着に入れておけよ。お主じゃよ。大漬けもんじゃぞ。お主10個から巾着つけときながら G の金はなく、G の金は懐に挟んだだけじゃった。できない。あ、話すなよ。くのいち奮起。おい、忍者じゃろ。お主一発。くのいち奮起一発じゃよ。くのいち大将戦。あ、くのいち、くのいち。え、くのいちもほんまにお主は何もできるの。何もできる。それ何にもできる。一人、ただ一人生き残っただけなあ。もう良いじゃろ。結局 G の金も下に落として、くのいちも、くのいちも落として、仮想剣も死んで何ができるのじゃ。もう何もできぬ。結局何も。それがしには時間が刻まれて、制限時間があるぞ。急にそんな話は聞いておらんのよ。え、もうくのいちは飛び降りろよ。もうお前のほら楽になれよ。行ってみろ。これが気を見つか。え、くのいちはもうもう今のでもう落ちて終わったということなのか。天に召されたわ。お主に関わるやつみんなみんな命落としていっておるの。見つけ将軍から始まって、あの親子も亡くなり、あの親子も全員亡くなっておる。命落とした。避難すればよいのじゃな。逃げると申すか、お主一人で。情けない。あれはえじゃ放送局ではないのか。放送局じゃな。
アルデ放送局クレアクレアソ誰ぞだいぶ前の姫君。